高島屋さんで見せると、あの、限定グッズと交換、クリアファイルだったかな、交換できるっていうのがあったんで、新幹線で行くのがね、目玉になってたところなんですけど、お前なんで、そこまでね、言っといて、なんで、高速バスで行っとるんやってことなんですよ。これはね、単純に、あの、立地条件が良すぎた。というところですね。まあ、あの、東京からの人とかだったらもうね、行ったくなると思うし、名古屋でも、まあまあまあ、だったら新幹線で行こうか。まあ、新幹線ならね、3、40分で着いちゃいますからね、便利ですよ。3、40分で京都ですからね、それは近い。名古屋からでもね、一気に早くなりますから。鈍行だったりもかかっちゃいますからね、っていうところなんですけど、これね、四日市はね、私、四日市出身なんですよね。四日市在住なんですよ。四日市からってなるとね、急に厄介なことになりまして、これね、なんていうの、もっと南、鈴鹿とか、マスタックだったら選択肢ないんですよ。うん、通なんか特にそうなんですけど、もう、あの、高速バスでとかも、一回、あの、名古屋に出て、出るのに1時間ちょいか、1時間かかって、で、そこからさらにかかるっていう風になると、直接新名神でね、行っちゃった方が全然早くなっちゃう。で、四日市が、また微妙なんですよ。単純検査だと、まあ、50分くらいで、あっちについて、まあ、1時間半ぐらい、とかっていう、1時間から2時間ぐらい、目安になったりするんですけど、うん。電車の本数とかね、カレーとかもあったりするし、うん、っていう中で、こっちだと、高速バスだと乗り換えなしでね、行けるし、で、何より、価格がだいぶ違うと。ね、こっち、あの、往復割引とかあったら片道あたり2100円できるのに対してね、新幹線だと6000円以上近くかかってきちゃいますし、で、ポイントね、駐車場もね、近鉄の横手駅ね、JR の横手駅前でも700円、800円かかる。2日止めるってなると1500円ぐらいかかってくるよ。で、近鉄のところに止めるって言ったら2日止めたら3000円とかかかりますからね。ねこれは大きいよと、いうことでございますね。トータルで合わせると、で、高速バスだったら200円でね、止めれるところもあるんで、2日で400円か。ここでももう1000円以上差がついて、苦しいってなってくると、だいぶ大きいっていうのがあったのと、今回ね、その、イベントやってるところが、意外とその、京都の市内は市内なんですよ。中心部に寄ってるわけじゃなくて、ばらけてまして、伏見稲荷から、花井ってことだと、伏見稲荷、あとなんだ、下鴨神社か、下鴨神社で、嵐山まであるんで、実はめちゃくちゃエリアが広いんですよね。っていうのを見たときに、高速バスだと、あの、京阪のところで止まるんですよ。ですので、あの、必然的にその京都駅にね、出るってなると、こっから、特に下鴨神社とかが大変だよね。下鴨神社大変だし、あとどこが大変だ、あとか今言った3つかが特に大変になってくるんですけど、これがね、京阪のところで降りるってなるとね、一気にこの下鴨神社から、あのね、あの、不審になり、このラインがね、ピシャッと、済んじゃしまうっていうね、いうのがあったので、その程度とかってね、ちょっと効率よく回れる。し、移動費用もね、あの、安く済ませれるからっていうので、こっちのルートで行ったというわけですね。で、まあそういったような理由ですね。まあちょっとね、うん、アフリアファイルのとかそういうの音声もね、だいぶ魅力的だったんですけど、いかんせんちょっと四日市っていう立地条件だとね、なんかもう自分で車飛ばした方が早いって言ってね、この距離感で、的なりなんでね、山挟んだもう向こう側がすぐ京都なんで、意外と近いんでね、ね、っていうことでございました。そう、新幹線乗ると思うと訪問しないといけないんでね、っていうところで、ということでございました。うん。で、でもね、京阪から上がっていったんで、今回はね、最初に下鴨神社の方を待って、上松柳から下鴨神社に行って、で、そこから伏見稲荷。まあ、伏見稲荷行く途中に、実は、一条市の方によって、あの、天海っていうの、総本店ちょっと寄ってきましてね。ちょうど、あ、到着翌日刻を見たら10時59分だったんですよ。パッと、下鴨神社から天海ピンまで行くのにどれぐらいかかるかなって、インターネットで調べたら、スマホで調べたらね、10時59分に到着します。11時になってます。ちょうどいいじゃん。あれ
ちょうどいい感じで、天下一品の総本店行けるじゃんっていうので、ね、聖地周辺ね、してきました。美味しかった。いやー、いいですね。うん。うちはね、ギリギリちょうど、待ち出しですっと入れて、ただ、ね、その後、出た時ではもう大行列と思って、もう大繁盛ですかね。うん、店もうオープンか、もう完全にピーク状態。すごいなと思いながら見てましたけど、美味しかった。で、そこから、岩清水八幡宮じゃなくて、伏見稲荷の方に行って、で、伏見稲荷、何やかに結構、山の方をちょっと登ってみたりとかしながらね、熊坂神社とかあっちの方まで行ってみたり、千本鳥わーっとくぐってね、だったんですけど、まあ、すごい人でしたよね。簡単に、あとの工程で言うと、そこから、JR に乗って、JR でそのまま嵐山まで抜けて、ただ嵐山まで抜けて、さらに山から嵐山観光して、三好の、車寺、神社があそこ行って、そう、我らが座るもね、座ちゃんも、出してましたもんね、ありましたね、うん。あれなんで育てることだったんだね、わーっと合うなと思って、ふーってそっから言っとった。なぜかせんけど、モイフレか、モイフレの、いやと、結構ちょっと離れたところに、ポンポンって立っとったら、あれってこんなところにモイフレあるんですよ。ありましたの。っていうような感じで、車津ランチ神社行って、そっから、三部寺行って、京都駅の、祭り時計のところにある、そこが、お嬢か。なきにがやみさんのところに行って、っていうような感じで、まあそこから、ちょっと、武田駅の方にスーッと行って、そこからっていうと、路線バスとかに乗り継いで、ここにやってきてくれるといったところでございますね。うん。なんでこんなところに来てるのかというと、まあちょっとオラオサ的なやつなんですけど、一日乗車券ってあるじゃないですか。京都のね、市営地下鉄の、要は、最初にぐるっと JR とか京阪、嵐山連打、ランデンか、使ったりとかするところをぐるっと回って、で、途中から、市バスと地下鉄メインで、攻めていく。で、このまま次の日から攻めていくっていう形なんですけど、これね、普通だと、一日乗車券って日またぎで使えないじゃないですか。なんですけど、実はね、ちょっとオラ技で、イコカとか、こっちも地域のイコカとピカパ持ってる人だけの限定の、特典なんですけど、京都市のね、あらかじめ登録をして会員登録とかしておくと、モイポだったっけな、モイポかっていう制度があって。それを使うと、実はその、24時間オプション IC カードっていうのがあって、IC カードで24時間、この時間をフリークカーみたいに扱ってくださいというふうに設定をすると、スタートした時間から24時間が、上限1100円。一日乗車券と同じ値段で使えるっていう、やり方があるんですよ。これ、普段と、普通のやつとじゃあ何が違うのかって言ったら、昼過ぎから使ったら、そのまま午前中、明日のだから午前中、私、今回、3時過ぎ、3時半ぐらいに使い始めたから、3時半から使い始めて、なんで、次、このまま3時29分まで明日も乗り放題に乗れるんですよ。まあ、実質乗り放題みたいな感じで、一回ちょっと料金は引かれるんですけど、後から、キックバックしますよ、っていうような。キャンペーンになっているんで、うん、それを使っているというわけでございますね。なので、こんだけちょっと遠方行けたんですが、ここ実は京都市のギリギリ通ってるんで、実は使えるという、もうかなり裏技ですけどね、使ってやってきましたよといった感じでございますね。で、ぐるっと回ってきました。まあ、ただね、ちょっとね、いろいろと失敗はありました。まあ、いろいろと大変でしたし、まあ、とか人多いね。